はい、どうもこんばんは、カズ飯でございます。皆さんね、正月も終わって分かってますよ、いっぱい餅余ってるんじゃないでしょうか。というわけで本日はですね、そう、餅のめちゃめちゃ甘いやつ作っていきたいなと思います。では早速本日も行ってみましょう。やっぱね、餅っていうと醤油つけてさ、なんか焼いて食べるといるけどさ、あれはね、邪道だよな。やっぱな、甘くしたいよな。まずそこでですね、こんな切り餅用意したんですけども、ちょっとね、これだと砂糖がまだつかないからな、ちょっと切るわこれ。ていうかこれ切れるのかな。さあ行きましょう、せーの。あ、いけるタイプだこれ。あ、いけましたね、よいしょ、よっこいしょ。はい、あとはですね、こっからレンチンに行きたいとこなんですけども、やっぱですね、砂糖とかいろんなものをもっと絡ませたい。そんなわけでですね、本日は、はい、ちょっとね、あの水でひたひたにしてからのこの餅を入れることでいろんなものが絡みやすくなるんです。ではね、ポチ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 ちょっと入れていただいて、よし、あとはこれでレンチンでいいでしょう。さあではレンチンいきます。今回はね、まあ初めての試みだ。多分700ワットで1分半でちょっと行ってみよう。ぽい、あれ3、2、1、いやちょっと待って、びっくりするほど膨らんでない気がする。ちょっと待って、ちょっと待って、美味しいんだな。もう一回いこう。全然この餅に頑張る気が見られ、あ、来た、来ましたわこれ。あー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 、もうダメなやつ。はい、終わりでございます。はい、ではですね、ちょっと取り出しまして、あ、いい感じになってらっしゃる。はい、ではですね、ちょっとお餅さんが出来上がったところで、横であのソースを作っていきます。まずはですね、きな粉をこれあの多めに入れてください。大体あの3秒ぐらい欲しいですね。あれちょっと入れすぎたなこれ、まあいっか。はい、そしてシュガーでございますね、みんな大好き。シュガーはまあ2秒ぐらいでしょうかね。はい、ほんでまあこれがですね、まあごくごく一般的なまあ きな粉ですね。まあ、きな粉っちゅうやつになるんですけども、こっからでございますよ。皆さんの夢を叶えましょう。はい、次はですね、上から来てない、はい、これごま油ではございません、黒蜜でございます。黒蜜をですね、まあ4秒ぐらい入れてください。あとはこれを混ぜてソースを作るだけなんですけども、ちゃんと混ざりきるかなこの子。あ、来ましたねこれ、これいい辛みするやつですよこれ。もう餅も入れてやっちゃいましょうこれ。ではね、ここでお餅さんをもうドッキングですよ。夢のコラボレーションでございます。うわー、いいねー。あとはね、もうこれを混ぜるだけ。おーおーおー、溢れてくる甘さが。うわー、完璧だわこれ、完璧なのできたこれ。このね、ちょっと8分混ぜぐらいがね、ちょっとおしゃれなんでございますよ。全部溶けてない具合が。はい、どの角度が一番綺麗に見えるかな、ここら辺でいいですか。はい、というわけで、餅の甘いやつ完成でございます。はい、ではですね、早速ちょっとこれいただきましょう。多分ですね、すごいカロリーがあるから非常食としてもバッチリでございます。うわー、この辛み具合、甘い、めちゃめちゃ甘いよこれ、素晴らしいよ。うん、まあね、この切り餅で皆さん簡単に作ることできますので、まあ皆さんもこの余った餅使って作ってみてください。以上、すんごい甘い餅スイーツの作り方でございました。